全盲女子の波平丸です。先日岡山から友人が遊びに来てくれたんですよ。もう会ったらまず、うわぁ本物じゃって言われて、久しぶりじゃなーなんて話してたんですけど、もう本当にリアルで会うの久しぶりだったんですよね。せっかくだから一緒にホテルに泊まろうということで、難波のホテルに泊まったんですね。ホテルリリーフ難波大黒町というところなんですけど、お部屋はこんな感じでしたね。ワンルームマンションのような建物で、広くて綺麗なお部屋でした。お風呂とトイレが別になっているのが嬉しいですね。家にいるような感覚があってすごく良かったです。こんな素敵な部屋なんですけど、安いんですよね。私たちの場合1人5000円台で泊まれました。さらにドリンク飲み放題、アイスや自家製パンの食べ放題もついてまして、私はこの食べ放題を見て、あ、ここにしようって思ったんですけど、夜にはアルコールの飲み放題もあるんですね。で、張り切ってホテルに着いたら早速飲みに行っちゃったんですよね。そしたら誰もいらっしゃらなくて、ほぼ貸し切り状態でした。これはやりたい放題だなっていうぐらいの気持ちになってしまって、本当に自分の家のようにリラックスしてお菓子を食べながら思い切り飲むっていうのがこの旅のスタートとなりましたね。で、ホテルの建物内にコンビニもあるのでとっても便利でしたね。必要なものを買って、あとは部屋でゆっくりおしゃべりなどしながら過ごせるという感じでした。で、朝ごはんはもちろんパン食べ放題。クロワッサンとかチョコのパン、ごまのパン、チーズのパンっていろいろあって、スープもあって、朝からお腹いっぱいになりました。で、その後は難波や心斎橋をブラブラしまして、本当は吉本に行きたかったんですけど、その日のチケットが取れなかったので、今回はゆっくり散歩しようかという感じでいろいろ歩いていて、大阪といえばミックスジュースということで、ミックスジュースを飲むことにしました。いろんなフルーツの味がしっかり感じられて美味しかったですね。やっぱり大阪のミックスジュースだなという感じでした。それからお土産買ったりして、その後は私も友人と一緒に新幹線に乗って久しぶりに岡山の実家に帰ったんですよね。やっとみんなに会えたなという感じでしたね。またこういうことができるようになったんだなぁと思ってすごく嬉しかったです。ということで、今回は大阪の
ホテルなどのお話でした。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ナミヘイマルでした。